まず実際的なところで動画の保存方法なんですけど、今回、動画はまだ作ってないっていうところもあったと思うんですけど、動画何に保存します？動画何に保存します？何？ USB、 USB の人USB、 もうパソコン本体に保存しちゃうよっていう人、あと、SD カードないか、もう YouTube に上げました、いないね。はい、まあいろいろあるんですね、保存方法は。で、別にどれを使ってもいいんですけど、一つ一つちょっと特徴があるんで、それだけ知っておいてほしいですね。ちょっと細かいですけど、どきますね。 SD カードと USB と、まず外付けのハードディスク、この3つに言っておきます。前提として、前提ですよ、前提として、動画とか何のレポートファイルでもいいですけど、よく壊れたとか、なんかデータ飛んでなくなったとか、そういう経験があるかないかわからないんですけど、そういう危険性って結構あるんで、絶対本体にはまず1個入れておいてほしいですよね、データを。で、かつこの3つの、どれに入れるかっていうことなんですけど、まず SD カード、特徴、大容量、128GB とかの容量が結構安く購入できます。だからめっちゃデータ入れるんですね、安い価格で。ただこう小さいから、どれがどれやったっけっていう判別がちょっとしづらい、と単純になくしやすいっていうことですね。で、 USB 結構これ手上がってたんですけど、 USB は実際僕も大学の時使ってたんですけど、持ち運びが便利で、あと、あ、これ私のやとか、あ、これはこのデータ入れてるなとか、判別しやすい、ね、見た目が結構いろいろあるんで。で、あと SD よりもちょっとお高めなんですね。あとはデータが飛びやすい、壊れやすいのもちょっとあります。で、次、外付けハードディスク、何なんだっていうと、多分あんまり使わないと思いますけど、こういうやつ、こういうのは 500GB から 3TB ぐらいが保存できるんで、もう動画でも何でもここあって入れれます。曲とかでも何万曲とか余裕で入るレベルですね。ただいろいろ操作が面倒くさいとか、データちょっと壊れやすいとか、プリンターには対応してないとか、いろいろあるんで、この3つは使い分けしていきましょうという話ですね。はい、基本的には上の2つどっちかかなとは思います。で、次、 YouTube で、今後その、動画作りましたと。で、それを別に、USB ずっと持っててもいいんですけど、それ忘れたりとか、もしくはパッと見たい時にそれ持ってないと再生できないじゃないですか。あとスマホでも見れないしね、 iPad とかでも。そういうのでパッと見れるようにするにはどうしたらいいかっていうと、もうね、 YouTube に上げてしまうんですよ。結構学校系ってこの YouTube っていうのをだいぶこう怖がってるというか、大丈夫、個人情報大丈夫みたいな感じなんですけど、大丈夫な方法がありますので、それ一緒に見ていきましょう。 YouTube に上げてしまったら、いつでもどこでも、スマホでも iPad でも何でも再生できるんで、すごい便利なんですね。はい、で、使い分け方なんですけど、さっき言った USB とか SD を使うデメリットと、YouTube のデメリットっていうのだけ、最後ちょっと説明しておきますね。何ていうかな、と、忘れる可能性とか、付け直さないといけないっていうことがありますね。やっぱり USB とか SD カードだとね、パソコン持ってきてないとか、 USB 持ってきてないだけで再生できないんで、すごい不便と。逆に YouTube のデメリット、これもちょっとだけ見といてください。自治体とか学校によっては、実はこの YouTube が使えないよっていうところもあるんですよ。これはもう実際にその赴任してからの話になるんで、結構先なんですけど、その YouTube が使えない学校もあるんで、そういう場合はもう SD とかに入れるしかないですね。